なあ、覚えてる？このステージで漫才やったこと。このモンズ、楽しかったな。やっぱりオメハンたちは面白い。オメハンたちなら、てっぺん取れるべ。トリオ部門が新設されるタイミングで私たち3人が出会うなんてほんま運命やな。うちらなら大人の作ったしょうもない枠や想像を突破してさらに上に。私たちが何もできないセレブではないことトクと分からせてあげましょう。準備はよろしくて。この街に決定的に足りねえもの、それは茨城だって。ってことでやっべやっべ。このままてっぺん取れたら最高だと思わない？したっけ、私たち北海道のスターだよ。神様的なもんに祭り上げられたらうちどないしたらええの？ひな、防御しねえと。そんなこと言ったってよ。いやー、名前とオーラの色だけでも覚えていってほしいね。朝からキレキレやな。田舎だからといって平和だとは限らぬぞえ。うちな、かわいいやん。目が大丈夫？うまく茨城が日本を征服すっぺ。2022年7月より放送開始。